はい、皆さんこんにちは。スイコカワ太郎のゴム手です。ロッピーセーターの方をね編みながら雑談していこうと思います。はい、実はこれを撮影しているのは15日の月曜日の午後なんですけれども、今この動画、今撮影しているねこの動画をアップロードするのは多分16日の夜になるかなというふうに思っております。で16日ね、昼間から出かける用事がありまして、もうね、新年早々からね結構バタバタと忙しいんですけれども、明日はね、去年から引き続きずっとね応援していますある方の、裁判ですよね。決審の日になります。どちらになるかちょっと決まる日かななんていう風にね思っているんですけどね。ですのでちょっとね朝から多分撮影の方には気持ちが向けられないかなと思いますので、今こうやってね続けて昨日の動画の方とね続けて撮影しているところです。あ、それでですね、今これロピセーターっていうのをね編ましていただいてるんですけどね、はい、こちらのねニットマルシェのこの表紙の方に載っているこのロピセーターっていうのを色違いで編まさせていただいてるんですけれども、編み込み模様が入っているのでね難しいかななんていう風に構えてたんですけどね、意外と袖の方を片方こう編んでみたんですけれど、そんなに難しくなかったです。でこれからこの後ね今身頃の方を編んでいるんですけれども、前身頃と後ろ身頃を輪針の方でねこう一緒に2枚同時に編んでいるっていうような形なんですけれども、この後、段数が編めたらですね、ヨークの方を編むようになっていくんですけれど、多分ね、この毛糸の緑色の方の糸が余ってくるかなという計算なんですね。まあ、片袖を編んだところで一玉も緑色の毛糸使ってないんです。両袖編んで2玉でヨークのところ編んでも10玉使わないだろうなって思うんですね。なので、緑色の極太の毛糸がね余ってくるかなと思います。なのでモノクロブーさんの方からリクエストをいただいております、V ネックのワイド袖のねカーディガンの方ね、この緑色の毛糸を使って編んでいけるかなというふうに今考えているところなんですね。まあ、今手持ちの毛糸でざっくり編むという表現がふさわしい毛糸って言ったら、これぐらいなのかなって思ってるんですね。端っこまで来ました。では、編み地の方をひっくり返してね裏目で編んでいきます。こんな風にね行ったり来たりで編んでいます。で、そのワイド袖のね前焼きのカーディガンなんですけれども、カーディガン前焼きにするのに前身頃をね右と左と同じような感じなんだけれども、右側と左側とで言ったら対称になるわけですよね、形がね。でそれを2枚編まないといけないっていうのと、前立てを編まないって、なんて言ったらいいかな、前立てのところをね編まないといけないっていうのが、難しいめんどくさいポイントなのかななんていうふうに思ってるんですけれど、それを、思ってたので前、昨日のノロケイトのねクレヨンで編んだ前焼きの、ベストを編んでみたんですけれど、なんでねあれを編んでみようっていう風に思ったかって言いますとね、前立てが一体化してるんですよね。後から目を拾って前立てを編むっていう面倒さがないわけなんですね。なのでこれいいかなと思って選んでみたんですけれど、結論から言うとやっぱり後から前立て編んだ方が良かったかなって思ってます。前立てのところを全部裏目で編んでるのでくるんってなるわけなんですね。だからそれを、途中で思ったんですけれど、前立てのところを編むのに裏目ばっかりじゃなくって表目2段裏目2段っていうようなね、そういう編み方で編んでおけば段数もね数えやすかったし、
でそれからくるんってなるのも防げたんじゃないかなっていうのが今一つね、反省点としてあります。で、まあ、あれはあれでちょっと一旦置いといてね、残ってる毛糸で、まあ、襟ぐりとか袖ぐりのところをねもう少し工夫して編んでみて、で、まあ、ヘミゴロを重ねるような形でねもう編み止めてしまって、もうピラピラ開いてこないように、前身ごろ固定してしまってですね、でボタンをつけて、で一つはまあ普通にボタンホールのところをこうね止められるような形でボタンをつけてですね、でダブルになっているところは飾りボタンみたいな形でね、もう実際には使ったりできないけれども飾りとしてね2列目のボタンをつけてみてもいいかななんていう風に、今ね考えているところなんですね。あれ多分襟ぐりのところとか、袖ぐりのところですね、もうちょっと、まあ、かぎ針で編むかゴム編みで編むかして仕上げればね、もう少ししっかりしたような形になるかなと思ってるんですね。でそれでやってみて、もしダメだったらもうほどこうかなと思うんですけれど、とりあえずあそこまでね形になったので、しばらくあの状態でもうちょっとね仕上げて、自分の納得いくような形で仕上げて着てみようかなと思っているところです。で次はねまた野呂さんの毛糸クレヨンがね手に入るような機会があれば、次はまた違う形で編むか、もうちょっとね自分で工夫して編み図を考えて編んでみようかなというふうに思っています。やっぱりね人の作った編み図で編むっていうのは難しいですよね。こう自分で編み図考えるときにはもう出来上がりのなんていうのかな、こういう感じで出来上がるっていうような予想図が頭の中にあるじゃないですか。なのでそこへ寄せながら編んでいくことができるんですけれど、まあ、仮に、編み図をねささっとラフに書いてたとしても臨機応変でちょっとずつ変えながらね、あここ思ったよりも目数が多いなと思ったら減らしたりとか、ちょっとこれじゃ細すぎるなと思ったらもう少し太くしたりとかねしながら臨機応変で変えていけるんですけれど、既存の編み図で編むとなるとそれがなかなかしにくかったりするんですよね。やっぱりその編み図を作った人への遠慮っていうのもちょっとありますしね、と言いつつと言いつつベストは前身頃をだいぶね自己流にアレンジしちゃったんですけどね。でもやっぱりその編み図通りに編んだらどんな風になるのかなっていうのを見てみたいっていうのもありますよね。編み物はね編み上がってもまたほどけば何回でも編み直せる、やり直せるっていうのがいいところなので、もう糸がダメになってしまうまで何回も何回もね編み直せるのでね、1回2回のまま来てもね来た後でも編み直すことってできますのでね、いろいろ長く楽しもうというふうに思っています。ワイド袖のねベストなんですけどね、まあワイド袖っていうことなんで袖幅結構ね広い目に取ろうかなっていうふうに思ってるんですね。でできるだけ簡単に直線でね編めるようにしていこうかなというふうに思っておりまして、どんなふうに編んだらいいかな、そうですね、まあこれがこう半分になるわけなんですよね。で袖がちょっと
と、ちょっと乱れたけど、まあ、こんな風になるとしますよね。で、Vネックって言うてるんですけれど、Vネックもね、ここもね、まっすぐで編んじゃおうかなとかって思ってるんですね。この辺か、ちょっと行き過ぎたか。ね、まっすぐに編んで、ここ重ねれば V ネックになるじゃないですか。で、こんな風に編もうかなっていう風に思っています。で、こうね、前立てのところこう編んで、もうほんと直線直線で編めるようにしようかなっていう風に思ってるんですね。これ袖もうちょい太くしてもいいかな。袖の幅をもう少し太くして、持ってるんですけれど、どうしようかな。こっから編み始めるとかね。で、こっちもこっちから編み始める。ね、これはこっちから上からこう編み始めて、で、途中でね、ここ休み目をして。右の身頃と左の身頃、それぞれ1本の針でこう編んでいくとかね。で、最終的に、こことここをこう縫い合わせる。最初ね、袖を筒で編んでいったら簡単かなと思ったんですけど、そうすると今度身頃とつなげるときにめんどくさいことになるかなと思ったんですよね。一番単純に編むとしたらこういう形で編むのが一番、単純でやりやすいかな。で、最終的に、まあ、ここの裾の部分はこ、裾の部分は後からね編むみたいな、袖口もねこう後から編むみたいな形でやってみようかなというふうに今ざっくり頭の中で考えているところです。まあ、これでいけるかなと思います。多分これでいけるだろうなと思っています。はい、またね、ゲージとか目数とかね、その辺はね、決まり次第お伝えしていこうかなというふうに思っています。で、ね、もし今ね、モノクロブーさんね、こういう毛糸を使いたいんだよっていうようなご希望があるようでしたら、そのね、ゲージ、帯のところに書かれているゲージがあると思うんですけれども、それをね言っていただけたら、それに近いもので、ね、同じものが手に入ればいいんですけど、ダイソーさんとかでもね最近出てないものも多いですし、でもし高い毛糸とかだったらよう買わないこともあるかなと思うので、それに近いようなね、ゲージのもので、作っていくことできるかなと思いますので、まあ、ゲージがあったとしても、この編む手加減とかによってもね、人によってだいぶ違ってくるんでね、一概には何とも、これで絶対っていうふうには言えないんですけれども、ご自分の手加減に合わせて目数ちょっと調節してもらわなあかんところは出てくるかなと思うんですけれども、まあ、基本的には誰でも着れるようなフリーサイズのね、目数で考えていこうかなというふうに思っております。でね、以前にもお話ししてましたけれども、この糸をいただいたおばあちゃんからね、針のセットなんかもいただいてるんですね。で、その中から、まあ、太い針とかプラスチックのジャンボ針とかもね出てきているので、まあ、そういうものも使えそうなら使っていこうかなというふうに思っています。まあ、とりあえずこれを仕上げてからのお楽しみにお待ちくださいませ。早くねこれ仕上げてね、もうあと6段で、このロピーセーターのね前身頃後ろ身頃のところ終わりますので、もうちょっとでね
ヨークのところに入っていけるかなというふうに思います。もうしばらくお待ちください。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いします。ではまた明日。